メディアを再生する予告編、知りすぎていた男は、アルフレッド・ヒッチコック監督による1956年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。テクニカラー、ビスタビジョン作品。ヒッチコック監督のイギリス時代の1934年の映画、暗殺者の家を自らリメイクした作品である。主人公である、米国人、マッケナイ氏役をジェームズ・スチュアート、 同婦人役をドリスデイが務めた。作中でドリスデイが歌うケセラセラは第29回アカデミー賞で歌曲賞を受賞した。フランス領モロッコに観光に来ていたベンマッケンなど、妻で歌手のジョー、息子のハンクはバスの中でベルナールという貿易賞と知り合うが、ベルナールは街の市場で何者かに視察されてしまう。彼は死の直前にベンの耳元で、 ロンドンで用人暗殺の計画があると告げ、アンブローズチャペルという謎の言葉を残した。しかし、前日にレストランで知り合いになったドレートン夫妻によって息子をハンクが誘拐され、ベルナールから聞いたことを誰かに話せば息子の命はないという電話がベンのもとにかかってくる。警察に頼るわけにもいかず、ベルナールの言葉を頼りにロンドンに飛んだベンとジョーは、 息子の捜索を開始し、アンブローズ・チャペルという教会で、ドレートン夫妻を発見するが、あと一歩のところで、ハンクを取り戻すことができない。実は、この暗殺計画は、亡国の中英大使が放映中の実国首相を殺害しようと立てたもので、ドレートン夫妻はモロッコでそのためのスナイパーを雇っていたのだった。ベルナールは、この計画を探っていたスパイで、 暗殺を防ぐための言語を弁に託したのである。そのことを知った弁とジョーは暗殺計画の現場であるロイヤル・アルバート・ホールへ向かい、二人の活躍によって首相は命を救われる。ハンクがその国の大使館の奥深くに囚われているらしいと知った弁は首相に頼んで大使館でのパーティーに招待してもらい、息子を助け出す機会を探ろうとする。大使館の広間で ジョーが持ち歌のケセラセラを披露すると、それをかすかに聞きつけたハンクは監禁されている部屋から、母の歌に合わせて精一杯の指笛を吹く。その指笛を頼りにベンは息子を救うことができたのだった。本作のオリジナル版、暗殺者の家も名作であったが、キッチコックが後に、フランソワトリュフォーに語ったインタビューによると、オリジナル版は若干腕の立つアマチュアの作品であり、 本作は実力を兼ね備えたプロの作品としている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、自身の1934年の映画をリメイクした、ヒッチコックは知りすぎていた男に絵のように美しい舞台と国際的な陰謀を吹き込み、ジェームズ・スチュアートによる見事に混乱した演技に助けられている。であり、 38件の評論の内高評価は87%に当たる33件で平均点は10点満点中7.8点となっている。メタクレティックによれば11件の評論のうち高評価は10件、賛否混在は1件、低評価はなく平均点は100点満点中78点となっている。ありがとうございます。